はい、ということで皆さんこんばんは、トットと申します。今週もよろしくお願いします。さあ今週はですね、何が上がっていくか、ほぼですね、皆さんもご存知の通り、今週はチャレンジダンジョンを上げていきたいと思っております。イエーイ。ちなみにもうレベル7までクリアしてます。チャチャラー。なのでレベル8、9、10をね、レベル9操作時間4秒固定、無理ー。なのでまあクリアできるところまでやっていきたいなと思います。はい、ということで、レベル8全属性必須、いってみたいと思います。このスーペンを使ってクリアするぞー。ワンコンボ加算じゃい。さあ挑むパーティーはこちら、いつものラードラパーティーでいってみたいと思います。こちらのスーペンで、さあ行きます、挑戦する。こちらー、まあね、何回か負けてますけれども、そんなの気にしない。そうまずここでね、色掛けなんかね、この4色しか落ちてこないようにしてくるので、あまりハートと木を消したくないと思ったんですが、まあね、全然欠けてるので、こんな感じで、何？ハートを消されてしもうた。おい、これでどうじゃい。25倍、突破じゃ。全然突破じゃなかった。そういえばさ、楓ちゃんが出てきたの初めてじゃない。おお、回復してくれた。なんで、なんか怖いんだけど、敵が回復してくるときってなんか容赦ない気がするんですけど。4倍、2万6000だって。あ、でももうこれで大丈夫ですね。イエーイ。おー、いい感じに火が降ってきた。6本分以下吸収、水なし。ほっ、イーナーチェンジ、なにー、しかも3ターンも、すごい。とりあえず回復が落ちてきてくれないと。持ち時間半減、 4.25 秒、つらい。2倍、かわいい。とにかく回復、とにかく回復。よし、オッケー。ここで、これは俺の戦いだわ、発動。これでもう怖くない。いきます。突破しよう。よし、1回突破。ちょっと時間かかっちゃったけど、2回いきます。はい、この子ね、卵から帰った君ね。ここは色はありますね。ほっ、こんな感じで。3回。おお、そういえばいたね、君、忘れてた。さあどうしよっかな。色はありません。ただここはまあいっか、これいきます。ブルークレスト、
こんな感じで、いやいいよ、めっちゃ調子いいこのスーペン。イエス、オッケー、1万か、よかった、突破やっといて。どうですか、4倍じゃ無理です、25倍。おお、突破、ブルークレスト大活躍、4回。あー、そういえばこの子ね、正直この子まで、プライベートでやってできたので、確かね、この子普通に25倍かけて全然大丈夫です。意外と体力があるんですよ、全然ある。あー、そういうことする。こんな感じで、おおおお、エナジーショットガン19000。4倍でいけるかな。まだか、まだか。エナジーショットガンね、19000ね。よし、オッケー、ナイス調整。ハイエンドブースター、攻撃力2倍に上昇、エナジーカウンター 99% 色なし。ここは惜しまず、闇カーリー、さあいきます。いけ、回復ナイス、26000回復。どうなの、どうなの、どうなの。5回、光吸収出た、4ターン耐えます。まずは確かに 99% オフをしてくるから、この今日はだからこれだけで OK。 あ、もったいないですよね。で、次は回復が必要、確か。なので普通にこんな感じで2万3000で足りるか、足りなかった。3万か、失礼失礼。いや、だったら4攻撃するべきだった。よし、戻ってきます。さあ、戻ってきました、耐えていきましょう。ハート来い、ナイス、いっぱい来た、ハート。よし、3万以上回復。さあ、またまた回復していきます。次はどのぐらい来るか。もう3万の次は4万か。で、次がまたどっちかの吸収になるので攻撃してきません、確か。なので、この間にハートを、ハートを落としておきましょう。闇来い、また光かい、また変えます。同じのの繰り返しなのでカットします。何が来る、闇来たー。よし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 、これで、突破をしていきたいところです、できれば。なので、なのでですね、ここは、せっかくハートを貯めましたが、闇返りを放ちます。
で、闇吸収なので闇は2へ組まないようにしていきましょう。こんな感じ。ナイス回復、突破してくれ。オッケー、ついにボス、ついにボスです。さあ行くわよ。かわいい、かわいい子が来た。これはいけます、これはいける、そう思いたい。なのでまずは、これです。ブルークレストからの英雄の守り。あ、間違えた、こっちだった。これは、雷神のスキルでした間違えました。では行きます。ほいっくー、ナイス、落ち込ん、危なかった。結果落ち込んだ勝利、イエーイ。レベル8クリアしました、イエーイ。まだね、まだ大丈夫。そしてスーペンの調子はめちゃくちゃいいです。 OK ということで、引き続きレベル9レベル10頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした、バイバーイ。